改札口大正寺駅は、石川県加賀市、熊坂町にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である、石川県最西端及び最南端の駅である、北陸本線の起点の前原駅から見て、石川県に入り最初の駅である、事務官コードは、54万1438、一部の特急列車が停車する、1日1往復、 金沢方面へ折り返す普通列車の始発駅としても設定されている。このため、福井県の阿波ら温泉駅と東駅までの間の普通列車は本数が少ない。なお、北陸本線において、金沢支社直轄となっている駅は東駅から金沢駅3月13日までは、栗原駅までの各駅で、隣の牛の谷駅から福井よりは同志社福井地域鉄道部の管轄であり、 当駅は、その指令場の境界とされている。かつては当駅から、北陸鉄道山中線が、山中温泉、山城温泉方面へ伸びていた。加賀市の中心地に立つ駅だが、ほとんどの特急は、隣の加賀温泉駅に停車している。以前、当駅は、加賀温泉境への玄関口として、同郷駅、淡津駅と共に特急が手分けして止まっていた。 1960年代末期には、特急、来場、白鷺が、大正寺駅と同郷駅の両駅に停車する、ダイヤとされていたことが、特急の格やスピードアップの観点から問題視された、ことから、1970年10月1日に、両駅の中間に位置する佐久美駅が、加賀温泉駅と解消され、加賀温泉橋の玄関口として一本化された。それ以降は、 急行以下の列車が停車するのみとなり、1982年に急行が廃止されたため再び特急停車駅に帰り在たが、その後も現在に至るまで、特急の停車はごく一部の列車のみとなっている。この経緯については、鉄道と政治停車駅争奪線を参照されたい、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅、駅舎は、 端式の1番乗り場側にあり、島式の2.3番乗り場へは、古戦橋で連絡している。小松駅が管理し、JR 西日本金沢メンテックが業務を受託する、業務委託駅である、緑の窓口設置駅、IR 石川鉄道線、並びに、愛の風と山鉄道線の連絡運輸は、北陸本線舞原方では当駅までが発売範囲である。 2017年4月15日から、愛国家及び相互利用を行う交通系、IC カードでの利用及びチャージが可能になり、2018年9月15日から、福井方面にエリア拡大し、関西圏と北陸本線の愛国家エリアがつながった。ただし、IR 石川鉄道線にまたがっての利用可能区間は、愛の風と山鉄道線の越中宮崎駅から、 当駅までに限られているため、従来道理道線から牛の谷駅方面へ通しての利用はできない。2018年度の1日平均乗車人員は916人である。石川県統計所と加賀市統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前の様子化が温泉バス1番乗り場大正時、実業高校前駅塩屋駅かが交流プラザ。 桜駅2番乗り場山城温泉、山中温泉駅加賀温泉駅駅加賀温泉駅駅、加賀温泉,駅駅,駅,加賀温泉駅,駅駅特急、白鷺、おはようエクスプレス、おやすみエクスプレスの隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと、西日本旅客鉄道北陸本線牛の谷駅、大正寺駅加賀温泉駅,駅山中線の乗り換え駅で、国鉄の南側に位置していた。山中線の起点駅は駅ではなく、 山中駅であり、道郷駅で接続する道郷線、あとの山城線、淡津駅で接続する淡津線とともに、温泉の最寄り駅を起点駅としていたが、片山津線だけは国鉄との接続駅の道郷駅が起点駅であった。国鉄の駅舎、ホームとつながる湖線橋を降りたところに一面二線のホームがあった。上波線では唯一国鉄との接続線があり、 直江津方で線路がつながっていた。中間改札が設けられていたが、北陸鉄道側には独自の出入り口はなかった。ホームと古線橋、山中線の線路が撤去されているが、敷地はそのまま残されて資材が置かれ、除雪用車両が留置されている。北陸鉄道山中線帝国線今井駅、大正寺駅。ありがとうございます。